それではただいまより令和4年度第19回市長記者会見を始めさせていただきます。それでは長藤市長、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日のお伝えする内容は新型コロナウイルス感染症とワクチン接種について、そして堺市農業祭の解消、こちらは地産地消の推進も合わせてお伝えをさせていただきます。まず毎週お伝えをしているこの1ヶ月のカレンダーです。前週同曜日比を表しておりまして、前週の同じ曜日よりも多い日がオレンジ、少ない日が白で、このもう1ヶ月間まるまる全数届出の見直しが行われた後になっていますので、おおむね比較できる数字になっているかと思います。この数字を見るとほぼこの1ヶ月間ですね、同じような傾向をたどっている。日によっては上がったり下がったり増えたり減ったりということはありますが、おおむね同じような推移を示しているのではないかと考えています。はい、半年間の新規陽性者数の推移です。第7波のピークがこちらですね。で、第6波はこの辺にあったんですが、長い間1日平均の市民の方の陽性者が200人から300人という日が続いておりました。そして今またここでですね、300人ぐらいと、200人から300人ということですので、また波の谷間の時期に入っているのかなと考えております。はい、堺独自の指標としてお伝えしている堺シグナルモニタリングについて、こちら先週の数字とほぼ変わりはありません。人口10万人あたりとして見たときの大阪府全体と堺市を比較する。で、堺市の方が少し1割強ですかね、多くなっておりますが、傾向としては変わりません。また直近1週間の年齢構成の割合、新規陽性者の年齢構成の割合もほぼ変わりはないという状況です。大きな変化は見られません。はい、陽性率オレンジのグラフ、棒グラフ、折れ線グラフですね、こちらは昨日時点1週間平均で 24% となっています。重症者の方、今堺市民の方で重症の方はおられません。そして入院者の方、こちらもぐぐっと下がってから今少ない状況が続いておりますが、今も入院されている方多くいらっしゃいますので、早期の回復をお祈りをしております。今このように上がったり下がったりを繰り返している状況ではありますが、行事やイベント3年ぶりに開催をされておりまして、10月15日16日の堺祭り、そして今週ですね、この週末に中区区民フェスタというのが区の行事なんですが、私自身もお伺いをしましたが、ものすごい多くの人でにぎわっていました。マスク皆さんつけていらっしゃって、基本的な感染対策を徹底されている様子は見受けられましたが、やはり人が多くなる、そうするとその前後で食事だったりお話をする機会も多いかと思います。また10月後半に入っていますが、11月にかけても多くイベント行事が開催されますので、引き続き基本的な感染対策を気をつけていただいて、安全に過ごしていただきたいと思います。堺市としても感染状況注視をしながら、もし大きな変化があったときには迅速に臨機応変に行動をしてまいります。はい、続いてワクチン接種についてです。はい、すでに今はデータとしては3回目4回目という数字を出しておりますが、2回目初回接種と呼ばれる1、2回目を終えられた方は、もう今皆さんオミクロン株対応のワクチンを接種していただきます。ですのでまだパーセンテージは少ない状況ですが、これからこのオミクロン株対応ワクチンを接種された方が増えてくるものと考えております。今のところ市内の集団接種会場の状況を見ていましても、予約にまだ空きがある状況です。埋まって受けられないということはございませんので、オミクロン株対応ワクチン、ぜひ対象の方早く受けていただいて、この先インフルエンザとの同時流行も懸念をされておりますので、ぜひご自身の安全、そしてご家族の方の安全も守っていただきたいと思います。はい、そんな中
国の方針に変更がありました。これまで接種間隔は前回接種から5ヶ月以上と定められておりましたが、国の分科会、予防接種ワクチン分科会において接種間隔の短縮が了承されて10月21日、もう始まっておりますから3回目接種以降は3ヶ月に短縮すると通知がありました。もうこの今の時点で12歳以上の方、3回目接種される方は3ヶ月以上経過をすれば接種可能となります。そしてもう一つ新たなお知らせとしては、乳幼児の方へのワクチン接種を開始をいたします。こちらは今までワクチン接種は5歳以上ということになっておりましたが、新たに生後6ヶ月から4歳の方に対してワクチン接種を実施をいたします。接種券につきましては対象となる方に今月末10月31日に発送をいたします。ファイザー社製の予防接種ワクチンのワクチン接種を行いまして、3回の接種、合計で3回の接種を行います。初回を受けていただいた後、3週間後に2回目の接種、そして2回目から8週後に3回目の接種を受けていただきます。現時点で、このワクチン接種、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種につきましては、臨時、特例臨時接種とされておりまして、実施期間が来年、令和5年の3月31日までとなっております。接種完了に必要な期間が11週間ということを踏まえますと、期間内に3回目接種を受けていただくためには、1回目接種は来年1月15日頃までに接種を受ける必要がございますので、ぜひワクチン接種を希望される方、お早めの接種をご検討いただきたいと思います。接種場所につきましては、個別接種会場として医療機関20カ所、そして集団接種会場も設けております。それぞれ日程も記載のとおりとなっておりまして、接種開始は個別接種会場の場合は11月9日開校順次、そして集団接種会場は11月14日からとなっております。そしてこれまでのワクチンですね、はい、1、2回目の接種につきましても、現在も引き続き実施をしておりますので、まだ接種をされてない、もしくは新たに接種対象となった方、お早めに接種をご検討いただきたいと思います。はい、続きまして、堺市農業祭の開催についてお伝えをいたします。はい、毎回お伝えをしています、この堺市基本計画2025、市政運営の大方針であります、この計画の中で地産地消の推進を掲げております。そしてその指標 KPI としまして、市内で採れている食材を食べていると答えた人の割合を2019年度 43% 弱から、目標最終年度であります2025年度には 55% まで引き上げたいと考えています。堺市の農業産出額、意外に思われる方もおられますが、実は府内、大阪府内の市町村で第1位です。産出額、そして畜産においても1位ということで、ただこの事実は堺市民でも実は知らない方も多くいらっしゃると思っています。私も堺区選出の府議会議員を務めておりましたが、大阪府の中で農業のことを調べると1位と出てくるんですが、市民の皆様が普段から自分たちは農業すごい活発なんだという認識で生活をしていらっしゃることはあまりないのかなと。ただ採れた野菜をご自身で消費されている方も多くいらっしゃいますので、おそらく南区であったり農業が盛んな地域においてはそういう認識はあるのかなと。でこれからはやはり地産地消、自らの地域で採れたものを自らの地域で消費していただくということが重要でありまして、それは堺に対する思いであったり誇りを向上させること、また脱炭素カーボンニュートラルという面でも、移動の手間であったりコスト、あとは排気ガスであったり、そのような移動に関するさまざまな悪影響を防ぐことができますので、私たちとしても今この農業に関しては地産地消
堺の農産物を積極的にアピールをして、そして消費をしていただきたいという行動を進めております。そして堺市におきまして、農業に関する最も大きな行事が堺市農業祭です。堺三大祭りと言われる祭りがございまして、一つは10月10日に行われます堺市民オリンピック、そして10月16日第3週の日曜日、その前日も前夜祭で行っておりますが堺祭り、そして11月23日勤労感謝の日に JA 堺市と堺市農業委員会との共同で行っているこの農業祭が堺三大祭りです。この三大祭り、新型コロナの影響で昨年一昨年と中止になっておりましたが、今年は3年ぶりに3つとも揃って開催されます。この堺市農業祭については、秋の収穫を祝って堺市の農業をより一層広く知っていただくために行っております。今回は百舌古墳群に近い大仙公園が会場ということもありまして、食に加えて歴史や文化も感じていただきたいという思いで、今回のテーマを世界遺産で恵みをいただく、堺の恵みというブランドを堺市で設けてますので、世界遺産で恵みをいただくというテーマを設けております。はい、ポスターとしましては、最近よくゴルゴ13が堺市の PR には出てまいりますが、堺に深いご縁がある斉藤隆夫さん、お亡くなりになりましたが、斉藤プロダクションの皆様とは今もお話をずっと続けておりまして、そして協力もいただいております。こちらも斉藤プロダクション様にご協力をいただいて、このようなインパクトのあるポスターを作成をしております。はい、農業祭の内容についてです。今回は、今までは一つの会場でこのトレトレ市場を中心としてこの辺りで開催をしていたんですが、今回は感染対策ということも含めまして3会場で実施をいたします。 JR の百舌駅前に納め塚会場、納め塚古墳というのはここにありますが、納め塚会場、そして仁徳天皇陵古墳の近くにキッチン会場を設けております。またこのトレトレ会場と合わせまして、こちらでは農産物等の展示即売会を開催をいたします。これらの会場を分散することによりまして、感染対策という面はもちろんですが、農業祭以外の目的でこのエリアを通りかかった人にもですね、堺の農産物に触れていただいたり、関心持っていただいて、いろいろとこの大仙公園を周遊をしていただく機会につながるかと考えております。堺の恵みを販売したり、またこれは堺市役所前でゴルゴバー、今回も堺祭りの期間も含めて開催しましたが、こちらも堺の農産物を使ったメニューが出品されると聞いております。またキッチンカーも出店をいたしますので、ぜひ実際に食して訪れて堺の魅力を感じていただきたいと考えております。そして最後です。この期間ですね、農業祭の当日までの間、11月1日から農業祭の当日までの間、スタンプラリーを開催したいと考えております。農業祭に関しまして向けまして、市内や公園内の施設、そして当日の農業祭の周遊を促す目的で開催をいたします。周遊スポット、続々設定をしておりますが、大仙公園でありましたり、大仙公園内の堺市博物館や百舌古墳群ビジターセンター、また周辺の施設、そして周辺外としては伝統産業会館、愛称として堺伝承館を名付けておりますが、こちら側も予定をしております。また施設は随時追加されますので、ホームページでご紹介をさせていただきます。はい、そして周遊していただいて、スポット3カ所以上注文を巡っていただくと、先着300名の方に堺の恵みをプレゼントするという企画です。なかなか堺市に住んでいても堺の農業に触れる機会が少ない方々にも、農業祭やスタンプラリーを通じて堺産の農産物、堺の恵みを
魅力を築いていただきまして、新たなファンになってもらえたらと考えております。私からは以上です。それではただいまから質疑に移ります。挙手の上社名を告げていただきまして、ご質問の方よろしくお願いいたします。ご質問いかがでしょうか。日本経済新聞社さん。日本経済新聞社の中井と申します。よろしくお願いいたします。明日ですね、株式会社クボタが、グローバル技術研究所の開所式を、開きます。巨大な施設でして、堺市の雇用もですね、多数生んでいくものと思うんですけれども、地域経済への影響についてご期待をお聞かせいただけますでしょうか。はい、私も明日開所式典お伺いをする予定にしておりますが、堺市にとって大変、重要な今回の拠点のオープン開設だと考えております。今おっしゃられた雇用という面ももちろんですが、この施設は農業用機器等に関してですね、新しい技術、先端技術をどんどん取り入れる研究をしていくという施設です。その中には ICT であったり IoT の活用ということもありますので、こちらで堺でですね、久保田様が新しい技術を研究をして、また世の中に生み出していくということに対して、堺市としても大きな期待をしております。基本計画の中でも堺の目指す都市像として未来をつくるイノベーティブ都市を掲げていますので、この堺からいろんな企業が挑戦をしていただいて、共に成長できる機会だと考えておりますので、ぜひいろいろと情報共有をしながらですね、久保田様にもご活躍いただきたいと考えています。ありがとうございます。もう一点お願いいたします。工場に勤務される方がですね、堺市内に居住されるということもかなりあるというふうに伺っているんですけれども、例えば他の地域に会社内で移動してしまったりだとか、あとは子育てを機に転居してしまうということもあると思うんですね。今後この定住の、せっかく工場で勤務してくださった方の定住の促進についての現状の課題についてのご認識と、例えば今後何かその施策とか打ち出されるお考えございましたら教えていただけますでしょうか。はい、今回の工場であったり研究施設の開設に伴って、堺に移ってこられることは大歓迎です。堺市も人口82万人弱の都市ですので、さまざま住居であったり集合住宅であったりございます。でその中でその中でおそらく企業でですね、さまざま福利厚生等もあって案内ご紹介をされるものと考えていますが、堺市にとっても今社会減、人口の社会減が続いている状況ですので、ここは企業の皆様、特定の企業ということではなくて、堺にどうやったら移り住んでいただけるか、もしくは堺に住んでいる方々が堺から違うところに出ていってしまうということを極力防ぐための施策を実施したいと考えておりまして、このことは来年度の予算編成方針にも先日お伝えをしましたが記載をしております。ですからまた明日久保田様と私自身もお話をする機会がございますので、例えば久保田様というのは大企業ですので、おそらくそういうところも充実されておられるのかなと思うんですが、もし困っておられることがありましたらお話をお聞きして、堺市としてどういうことができるか考えたいと思います。わかりました。ありがとうございます。他にご質問いかがでしょうか。日本経済新聞社さん。すみません、日経の高瀬でございます。今の質問についてですけども、かつてですね、堺の場合はシャープが来たときに、同じような期待をされたと思うんですが、必ずしも期待通りにはいかなかったというのが今の現状だと思うんですけども、今回、久保田が来て、こういう可能性を開いてくれたと。で、シャープの失敗からどうやってこの特に定住してもらうために、どんな施策が必要なのか、そのシャープでは何を失敗したと今、分析していらっしゃいますか。シャープさんが、当初堺市が見込んでいた想定と若干ずれがあったということは認識をしています。ですが、私はシャープさんが堺市にお越しいただいたということは決して失敗ではないと考えています。
今もさまざま挑戦をしていらっしゃいますし、またシャープふるさと納税等でもですね、大変ご協力をいただきながら堺市とともに連携して進めております。これは企業の活動につきましては、やはり世の中の景気の流れであったり状況の変化によってさまざま変化があると思われます。実際にシャープさんは大規模な工場を建設されて、本社もそこに移されてご活躍をいただいておりまして、もちろん当初の見込みとは違うところはあったかもしれませんが、ただこれからも堺市で活躍していただけるものと期待をしております。で、合わせて今どんどん堺市に企業誘致を進めておりますので、今回の久保田さんの新たな拠点でありましたり、堺市でご活躍いただく企業、こちらについては堺市と企業の皆さんともサウンディングだったりですね、ヒアリングをしながら、どういう仕組みがあればよいかということを協議しながら、今の時代にあったような、例えば投資促進条例でありましたり、優遇も行っております。その優遇というのはもちろん雇用を生み出したり、結果的には大きな税収効果を生み出す、もしくは久保田様のようにイノベーションを生み出していただいて、堺のブランド発信にもつながると考えておりますので、堺の成長のためにも企業の皆さんと連携しながら進めていきたいと考えています。それに関してですね、かつて東西交通で、ライトレールを引くという構想の中にですね、あそこまでレールを引っ張っていって通勤の利便性を高めようという大きな絵があったように思うんですが、今回市長が出してらっしゃるのはあくまでも堺東と堺の間で、あそこまでの通勤に関してはあまりカバーをしてらっしゃらないと。で、多くの方があそこに使うとどうしても堺駅の混雑というのが出てくると思うんですけども、これについては今どういうふうにお考えでしょう。はい、以前の LRT の計画もついえてしまいましたが、当時も堺駅と堺東間をまず着手するという計画でした。そして堺駅から堺浜まで確かにそういうプランもあったと思いますが、ただ工事はかなり困難を極める、26号線を通るということもありますが、ですのでそれが実際に実現できたかどうかというのは、堺堺東間の LRT が開通したとしても私は不透明だったと考えています。今回今 SMI プロジェクト都心ラインを考えていますが、堺駅から堺浜まで引こうとなると、かなりこれが例えば BRT だったり、もしくは自動運転という今の都心ラインの方法を採用させても難航するんじゃないかなと考えておりまして、とすると今堺駅と七道の駅の間には南海本線が通っていますので、その区間までも路線を引くというよりも、例えば七道駅から堺浜までの間にそういう交通ができないかどうか、これが行政があるのかどうかというところはありますが、今の時点では堺駅からのバス等で流通だったり工場の方が通勤されていらっしゃいますので、これからどんどん増えてくるということに関しては、じゃあどういうふうにその通勤手段を持たせていくのか、カバーしていくのかということは必要かと思っています。で、一方で堺浜はこの堺浜の埋め立てに関してもこれまで紆余曲折があってですね、今はシャープさんが入っていただいて、そしてサッカーのナショナルトレーニングセンターが設置されているということがあります。私はよりにぎわうような施設場所にしたいと思っています。これは大阪府大阪市とも共同で行っています広域のベイエリアまちづくりということにも関わりまして、ビーチも実は人工のビーチですが自然ふれあいビーチというものがありまして、ぜひ企業の皆様には活躍していただきながら、一方でスポーツであったり自然に親しんでいただく、そういうところで人がそこに集うと必然的にそこに行くまでの何らかの交通手段というのも必要になりますから、全体として考えていきたいと思っています。他にご質問いかがでしょうか。時事通信さん。時事通信の小西です。細かい点なんですけれども、乳幼児のワクチン接種について、生後6ヶ月から4歳の全市民であるんですけれども、対象何人程度なのかと、集団接種会場1カ所というのは乳幼児用に新たに設置されるものなのか、それとも既存のものを使われるのか、お願いします。はい、まず対象者は
約2万8000人と予定をしています。そして集団接種会場の医療機関は今使っていただいていると、実際というところですね。ちょっと補足があればお願いします。はい、担当です。集団接種会場につきましては、現在接種を行っていただいている医療機関でお願いするということになっております。以上です。ただ私自身も今2ヶ月ちょっとの子どもがいますが、おそらく皆さんかかりつけの小児科医さんを持っていらっしゃる方が多いと思います。今回その20箇所という限られたところではありますが、個別接種会場を多く設けて集団接種会場は1箇所しか持っていないというのは、やはり普段から小児担当でですね、専門で行っていらっしゃる個別接種会場を利用していただきたい。これは堺市のワクチン接種全体の方向性でもありますが、やはり地域の個別接種会場で受けていただきたいという思いがございますので、今こういう形にしておりますが、またこれからどんどん例えば増えてくる状況が変わるようであれば、皆さん医療機関の皆さんともご相談させていただきたいと考えています。ご質問いかがですか。毎日新聞社、毎日新聞の榊原です。児童自立支援施設に関する、住民監査請求が出ていると思うんですけれども、これについてどう受け止めていらっしゃるかお聞きしてもいいでしょうか。はい、2019年のことでして、私が就任した後にこれまでの市の方針を変えたということです。これ自身はやはりもともと児童自立支援施設を望まれていた方がいらっしゃるということは私も理解をします。ですのでその方たちがやはりどうしても諦めきれないということもあって、今回そのような住民監査請求を出されたのかなと考えています。ただ一方で堺市としては、今大阪府の施設がございます。そちらを堺市として利用させていただいている状況ですが、この府の施設というのは全国的に見ても素晴らしい施設です。それぞれの寮に寮長寮母さんがいらっしゃって、家族の雰囲気で過ごすことができる。またノウハウも蓄積をされていて大変優秀な施設、私もお伺いをしました。で一方で就任後に担当者から話を聞くと、一からこれを作るということは大変な困難が伴うと。その職員の育成一から行うということもありますし、寮長寮母というのは夫婦、ご夫婦ですので、ご夫婦でそこに関わっていただかなければいけない。で修徳学院の大阪府の施設の場合はそれをもう全ての寮で行っていらっしゃるんですね。ですから堺市でその職員が交代制で行うよりも大阪府の施設の方が望ましいということは前提にあります。ただ私自身の考えとしてはありました、大阪府の方が望ましいんじゃないかと。ただこれまでの大阪府と堺市の話し合いの中でそれが難しいということで、堺市で建設計画が立ち上がったということです。で実際に建設しようと思えば、その施設の建設だけでも35億円、そして実際の運営ですね、ラーニングコストにもとしても毎年5億5000万円費用がかかります。それを大阪府と協力することによってですね、大阪府に今回今の100人の枠というところを堺市の分も含めて120人に増やしていただくということで、受け入れの条件になっていますので、その20人分の量を作る必要があると。そこに約3億円かかりますが、堺市だけでその施設を一から作ってですね、これから職員の育成も進めていくことに35億円かけてやるということに比べると、3億円で今の素晴らしく優秀な望ましい環境の中で子どもが過ごすことができるというのは、私は大いにメリットがあると考えています。そして毎年の運営費用についても5億5000万円、それが大阪府の施設に行くと、これは人数にもよります。実際にそこで受け入れていただく子どもの人数にもよりますが、それも2億円と今は見込んでおりますので、毎年の費用としても少なく済みます。そして今回この児童自立支援施設を開設、例えば堺市でしたとしても、新たに臨時地方交付税が渡されるわけではありません。今のこの地方交付税の中でやりくりをするということですから、とすると
その5億5000万円、まあ、今は毎年一定の金をお支払いしていますが、その差額の分を堺の子どもたちのためにまた使えるということになりますから、総合的に判断をして、私は児童自立支援施設を堺で建設するのではなくて、今の大阪府の協力を得ながら行っていくことが望ましいという判断です。ただ今回私たちのもちろんきちんと説明をさせていただきますが、住民監査請求ということですので、実際にその内容判断をしていただいて、どういうご意見が出るかということは受け止めたいと考えています。ご意見をお聞きしたいと思います。請求としては地方財政法に違反するのではないかということで、これはこれから監査されるとは思うんですけれども、市長としてはその点の受け止めはいかがでしょうか。私自身はその批判には当たらないと考えています。もちろん私たちも全く何も考えずに行ったわけではございません。この間市に関わる弁護士の方々いらっしゃいます、複数名の弁護士の方にお話を聞きして問題がないかどうか、そして国にも確認をしました。国にも確認をして、それが問題があるとは言えないということも回答を得ていますので、それに基づいて、で大阪府ともちろん協議をして、大阪府でも確認をしながら行っていますから、私はその内容についてはご意見には当たらないかなと考えています。それと請求人の中には、里親会の会長さんもいらっしゃったと思うんですけれども、市長としては里親推進されるということで会見でもお話しされたことあると思うんですけれども、その点の矛盾というか、そのあたりについてはどうお考えでしょうか。いや、正直残念に思っています。私自身はこの会見でもずっとお伝えしている通り、子どもについては子どもの貧困の連鎖の解消、そして里親の推進ということは力を入れて行っています。今も里親イヤーとして1年間行っています。ですので、確かにその堺市で児童自立支援施設を作るという計画があったということは事実です。ですが、今の状況でより私は望ましい方法、子どもたちにとっても望ましい方法を提示できていると考えています。ですので、計画の変更に関しては、いろんな皆さんのご意見があると思うんですね。ですが、私たちは子どもたちにとって望ましい方法を考えていますので、もちろんいろいろご意見があってですね、その方のご意見を否定するわけではありませんが、私自身も真剣に子どもたちのことを考えて今施策を行っているということはご理解いただきたいと思います。実際にその里親としてお子さんに関わっている方々としては、児童自立支援施設に関わらず、子どもたちを支援してくれるところに市が予算をつけてくれないんじゃないかという不安もあると思うんですけれども、そういった点についてはいかがでしょうか。児童自立支援施設に関しては、先ほどお伝えした通り見直すべきだと、その子どもたちがきちんと受け入れていただく環境を担保した上で行えるということですので、それ自身がですね、そのまま子育て環境の低下につながると私は考えていません。一方でお伝えしている通り、子どもたちへの支援であったり、この社会で健やかに育つための方策というのは労を惜しむつもりはございませんし、昨日の総合教育会議でも、報道等では政治介入ではないかという話もちょっと出ていたようですが、私自身はもちろんそこはきちんとルールは踏まえながら、社会の子どもたちが安心して健全に育つために力を尽くしたいと思っています。今財政宣言の中ではありますが、昨今のこの財政状況、そして来年2月の財政収支見通しも踏まえながら、きちんとこの堺の子どもたちが安心して健全に成長できる、そのように、そして親御さんもですね、安心してこの堺で子育てできる環境になるように努めていきたいと思います。分かりました、ありがとうございます。他にご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それではご質問がないようですので、これにて市長記者会見を終了いたします。ありがとうございました。